いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで ACK さんですね。はい、ファイネスト一つです。大谷さんパッケージで今日ね発送します。今日の夜からね冷え込むということで、よいしょ、暖かくしてね、風邪ひかないようにという感じですけど、またで明日少し柔らぐんでしたっけ。でまあ柔らぐつもね冬なんで寒いですけど、こうか。でまた火水水木なんかずれ出てますよね、だいぶね。水木あたりかな、これまた一番上サインなのかな。まあ大体ファイネストってそうなんですよね、前か後ろか。あ、グリーンウェーブだ。あ、グリーンウェーブかサイン。あ、じゃあやっぱサインだね。誰だろう、テキサスだ。セミエベテランはい、セミエベテランをときました。99シリの1番、うん、ベテランオートだ。はい、まあ大体ファイネストっていうと、あ、ルーキーとベテランは分けておきます。まあ一応届きましたらねご確認ください。パクリこれダメだね、うん、やっぱりファイネストは前々からそうですけど。お、ルーキーのアオリフ、あ、鈴木さんいるんだ。これなあ、あ、消えますね、これな。なんだろう。ローラーのあれだよね、多分ね。お、ボビウィットのアオリフいいじゃないですか。チームカラーっぽくてね。はい。いいっすね。なんか、結構上位ルーキー、シリアル、なんか昨日も出たような気が、イメージがありますけどね。またルーキーだ。はい、クワンさん、リフです。案外、いい製品。いやいやいや、11999で売ってた時にね、販売価格で11999ですからね。1999円。だいたい1999円か。まあ9999の時もあったなっていうところでしたね、ファイネストはね。まあ3、1枚5000円ぐらいですけどね、っていう感じで。よく言ってましたからね。お、結構ルーキーがね、ちゃんとシリアル来るのでいいんじゃないですかね。クアンさん、ルーキーだ。こっち。あ、なかなかミニボックスこれいいんじゃないですか。お、フランコも来た。リンドア。リンドアはベースを見ました。うん。まあ、結果良ければ全て良しという感じなんですけどね。ただ、ね。まあ、物価はどんどん上がっていくのが、まあ、お金もどんどん増えていくのが、世の中の常識ですからね。よいしょ。まあ、世界の常識か。お！赤ウェーブだって。これ3位かな？一番上だもんだって。どうだろう。あ、RC マークないね。お？アリゾナ？マルテ！はい。おー。グリーンウェーブのベテランオートと、ベテラン2枚だ。考えてないね、やっぱこれね。マルテのご尻です。おー。もう、ランダムなんだね、これね。だリフオート2枚とか結構、ちょこちょこあるらしくて、しかも同じ選手ね。で昔はファイネストっていうと、まあ、だいたい色リフオートとノーマルオート、まあリフですけど、だいたいそれがこうワンマスターボックスになってるっていうレギュレーション、まあ親切設計だったんですよね、どっちかで封入に関しては。あ、鈴木さんのパラレルも来た。いいっすね。うん。ね、値段が高くてもこう内容が良ければねいいでしょそれきっとごまかされてますっていうね、そういうもんすよね。はい、
でもね、欲しいものが、こう、欲しいチームとか欲しい選手のカードが当たれば、まあ嬉しいことには間違いないので。よいしょ。よいしょ。いや、トップスのね、フラッグシップの一番初めのね、製品とかも、グリーンだ。クリブラ。5999とか6999でね、販売してた頃が懐かしいです。ジャンボで11999です、ほんと。ジャンボ11、まあ9999の時もありましたよ。ジャンボで。ね、トップスシリーズ1、ジャンボ9999とか、19,999円とか。ベッツですね。ベッツベッツだ。そういう時代もございました。ね。はい、そういう時代は、懐かしい。ね。うん。時代だったという記憶で通り過ぎ去っていく、ね、新時代ですから、よいしょ。特にね、スポーツカードの今年から2022なんで、だから2023がうち扱うかどうかはですかね。まあもう年齢的にもう満足、いろんなね、うん、いろんな意味で満足したので、よいしょ。ね、鈴木さんのパラレルも出たし、こんなもんかな。シリアルはだいたいまあ2枚出てるのかな。あとはもう引きですよね。うん。はい、パラレル、ボビーウィット、ストットさんに鈴木さん。ね、これ鈴木さんかっこいいもんね。うん。で、3位は2枚ともベテランオートです。もう全く考えられてないですね、これね。うん、ベテランオート2枚で、グリーンウェーブと赤ウェーブ。ね。うん、はい、となりました。じゃあ、こちらでね、今日発送いたします。またぜひチャレンジしてください。ありがとうございました。